芸術家の人は集まれ、想像力を発揮する時間です。どんな方法で作品を作ったとしても、どの芸術家も知っているライフハックがあります。そのとっておきの秘密を見ていきましょう。自分のアートに取り入れれば間違いなく評判になるでしょう。もし皆さんの作品が有名になったら、ぜひお知らせください。素晴らしい。それでは早速スタート。あいつ誰だ？洋服かっこいい。どこから来たの？挨拶しよう。よ、元気？腕地味じゃない？タトゥーない人には興味ない。先生に言いつけちゃうもんね。タトゥー代から仲間外れなんて。先生？忙しいんだけど、わからないのか？うわ、よし、オッケー。次は何かな？ママ、学校で友達ができない。タトゥーっていくらでできる？ダメよ、絶対にダメ。でもいいこと考えちゃった。星、好きでしょ？痛くないタトゥーがあるの。水の中に入れたら次の形。これも水の中に入れてね。たくさんできた。浮かんでいるの見える？おお、ちょっと待って。もしもし？何してるの？わあ、すっきりした。わあ、かっこいい。今度は腕やって。雲がいい。やだよ、行きたくない。はあ、信じられない。ねえ、これ見て、タトゥー入れたんだ。ねえ、この子仲間かも。わあ、いいタトゥーだな。どこで入れたんだい？ママだよ。君のママ最高だね。おい、みんな戻りなさい。もう、バイバイ。ママ、置いていかないで。すぐ戻るわよ。さあ、立って。また後でね。妹と遊んであげてね。へえ、あの顔。大丈夫、一緒に遊ぼう。車のレースなんてどう？イエーイ。いいけど。白い車ちょうだい。はい、座って。いつ戻ってくるのかな。全然面白くない。なんで男の子は車が好きなの？あ、面白いこと思いついた。テーブルの上に絵を描いてみよう。何してるんだよ。ダメだろ。これがあってよかった。残念。全部取れたかな。次は何する？サッカー好き？ほら、楽しいよ。見ててね。キャッチして。取れなかった。でも確かに面白い。じゃあこれはすごくない？ダメ！ギャビー！何？家具に絵を描いちゃダメ。ごめんなさい。じゃあこれはどう？絵を描く場所がたくさんある。芸術作品を作るんだ。行くよ。ああ、腕が疲れた。ギャビー、どこだ？ダメー！嘘だろ。戻ったわよ。これは一体？赤いり、ママのために描いたよ。まったく、もう二度と任せられない。僕が何とかしないと。クレヨンを
ビー、やめろー、うるせえ。ストレスが多すぎる。その色大好きだったのに。待って、泣かないで。クレヨンで楽しみたいですか？カッターで削ってみましょう。いろんな色を使います。次に押して広げる。上から絵も描きますよ。ミスターレインボー、足もお忘れなく。ほら、かわいいでしょ。うん、私も描く。二人とも描いたわよ。お利口にしてた。もう一回。まあ仲良くしてたのね。ここに少し手を加えて、影もいいかも。遅刻しちゃった。ギャビー、こんにちは。座っていいですか？しょうがないわね。ありがとう。で、何してるの？注目。みんな、時間よ。よっしゃ、私も作ってみよう。絵の具は使わないけどね。これを使うの。チャレンジだ。道具は足りるかな。失礼。あれ、あった、消しゴムだ。でも何ができるかな。彼の画材すごいんだけど、何本持ってるの？私は何もない。考えて。5本。それ貸してもらってもいい？え、僕の？うん、絵の具か。なんて貸すわけない。ケチなんだから。耐えれるのは自分だけか。いいこと思いついちゃった。気にしないでね。先生、見ていない？よし、いただき。他には何が入ってるのかな。何もないわね。ビンゴ、絵の具発見。机に戻ろう。これもう半分終わってる。まずは赤から。筆がないなら指を使っちゃえ。指でいろんなテクスチャーが作れるの。青目に見えてきた。太い線は羽みたいでしょ。いい感じになってきた。すごくリアルだと思わない？みんな筆を置いて。ジャスティン、できた？上手でしょ。まあまあうまく描けたわね。ギャビーはできた？ブラシを使わないで描いたんです。信じられない。素晴らしい。ギャビー、ブラボー。本当ですか？ありがとう。仲直りしない？これこそが芸術家。今日はこれを使ってみよう。オレンジと緑。いや違うな。わお、綺麗な黄色発見。最高の場所ね。美しい。気を引かなきゃ。完璧。でもこの花、僕のじゃない。そうだ、あそこで買おう。でも高いな。ああ、お金がない。売れない芸術家だからね。この中は絵の具だけか。何もない。でも必要なものはもしかしてこれだけ？花が好きな女性には花の絵がぴったり。指を使って色を重ねて美しくデザインするのがポイント。
ユニークな質感だと思わない？真ん中は白、黄色も乗せて鮮やかな緑色を足せば素晴らしい。いくよ。はい、君のように美しい。わお、あらあら、私に？もちろん。ありがとう。どうやって描いたの？ DIY しよう。ああ、ちょっと違うな、全然入らないし。ジャスミン、助けてくれる？しょうがないな。どうなるかな。うん、一体どういうこと？見ててね。わあ、ただの絵でした。あれ、何か怒ってる。この洋服誰の？それにしても似合うな。わお、ねえ、かわいい。あそこ見て。二人ともハロー、お絵かきチャレンジへようこそ。あれ、どこ行った？いいや、リラックスしよう。うん、お気に入りの層だ。ナイス、楽しみだな。おいしい。おい、何してるんだ？早く選んで。ごめんなさい。ほら、時間がもったいない。3にしてみよう。ナイスチョイス。雪の結晶だって。え、時間制限あるの？早くしなきゃ。ワクワクする。まずは基本的な形から。細かくデザインしたら次、形は同じでこうやってデザインだけ少し変えるの。いい感じ。次は何にしようかな。もっと細かく描いてみよう。どの結晶も個性たっぷり。いい感じに出来上がった。ジャスティンはどうかな。集中しようとしてるんだから。そろそろ時間よ。待って。よし。ごめん、間違えちゃった。あちこちに広がってる私の絵が。本当にごめん。もっと気をつけて。あ、見て、何かが起こってる。吹いてみよう。うわ、一体何が。ジャスティン、どこ。寒いよ。本当だな。ここはどこ。わからん、僕は何年もここにいるんだ。風邪ひいちゃう。それ貸して。待って、雪男。うう、人間。今すごいことが起きたんだ。もう一生外に出ないぞ。ありがとう。寒い。罰ね。顔が動かない。次のチャレンジ、数字を選んで。じゃんけんする。私の勝ち。じゃあ1番。何が隠れているかな。綺麗なワンピース。素敵。いける。色鉛筆を全部使おう。僕って天才。デザイナーになろうかな。うわ、落ち着いた方がいいんじゃない。確かに。どうすればいいかな。最新のファッションにならない。無理ね、今回は負けか。あ、テーブルが汚い。怒られちゃうかな。綺麗にしなきゃ。全然落ちない。もっと強くこすらないと。待てよ、消えた。新品そのもの。それちょうだい。いいこと考えた。絵の上にテンプレートを重ねて上から絵の具をのせるの。いろんな色を使ってね。虹みたいに。いい感じ。あと少し。テンプレートを外したら完成。かわいい。ネイルが取れてきた。あ、完成？すごいよ。
僕は絵をなくしちゃった。今回はジャスミンの勝ちね。当たり前でしょ。ナイスジョブ、僕だったら着るね。次は何だろう。数字を選んで。3 1 3 1。ダメ、1は嫌なのよ。じゃあ真ん中の2は。いいよ、公平でしょ。2番目ね、オッケー。かわいいふわふわの羊、スタート。あら、時間がない、早くしなきゃ。ペン全部取った。それ何？羨ましいだけでしょ。そうだね。似てると思わない？見てて。魔法は好き？子供向きでしょ。驚くよ。それ私の？これしかないのか。小さいな。そうだ、瞬間移動。どう？これなら使える。このコインを紙の上に乗せて周りに M の形を描くんだ。コインをどかしたら今度は顔。いい感じあとはほっぺたを描いて完成。時間よ、二人とも見せて。じゃじゃん、ほら、かわいいでしょ。まあまあね。あれ、どこ行くの？ちょっと戻ってきて。僕の勝ち？ジャスティンの勝ちね。お見事。絵描き大好きなんだ。落ち着くからね。モデルも最高だし。優しいわね。集中、数字を選んで。後で終わらせよう。準備いいよ。どれがいい？難しい。どう思う？そうだ、サイコロで決めよう。5。 OK、 5だよ。興味深い。野生動物か。頑張ってね。やった、特別なペンが必要。どこから出したの？ずるくない？僕は鉛筆しか持ってない。しかも削れてないし。巨大な鉛筆削りがあってよかった。削りすぎたかな。使えない、どうしよう。こうなったらペンを盗む、じゃなくて借りよう。あとはハサミ、周りをなぞって上に少しずらしたらまたなぞる。今度はひっくり返して、いい感じ。デザインしよう。まずは目、次に鼻と口、たてがみも追加。簡単だな。頭も色を塗ろう。まずは耳、次に口。鼻はピンクがいいかな。もう少しで完成。ああ、舌も忘れないようにしないと。できた、ジャングルの王様。すっごいでしょ。上手だね。私はこれ。ふむふむ、どうかな。引き分けね。わお、やったね。ジャスミン、プレゼントがあるんだ。気に入ってもらえるかな。いい匂いがするんだ。ありがとう、ほんと優しいのね。君のためなら何でもするよ。綺麗。ロミオとジュリエット、こっちこっち。数字を選んで。5 1。5たす1は6。6をお願い。6ね。ナイスチョイス。でも時間切れ。バイバイ。どういうこと？
あれ、教室だ。ふう、静かに。教室では死後禁止。楽しかったね。あれ、何これ、どうやって入ったの。あ、綺麗な鹿だ。ほら、ジェニファー見て。わあ、あれすごいな。立ってる姿。じゃあ始めよう。輪郭が大事よね。でもなんか角度が、手だと難しいな。よし、これで正確に測れば。すぐ戻る。ちょ、どこ行くの。まあいいけど。んじゃ、近くで見てやろう。ふむふむ、なるほど、面白い。縮尺は完了。んじゃ、これを描いていこう。最初は黒の絵の具。あれ、もう空っぽ。もうふざけんな。あ、ジェニファー、人の作品台無しにして。今そんな場合じゃないの。ちょっとこれ見てよ、ほんと。やり直しか。そしたらあのテクニックを使っちゃおう。黒ばっかりなのは最初のうちだけ。絵の具を作品にポンポンポン。この層を持ち上げて上のスペースを塗ろう。2色の方が楽しいね。いいでしょ。そしたら大きなハケを用意。外側に伸ばして伸ばして。クールなエフェクトでしょ。ほら、もうすぐ終わり。木にも塗ってあげて。歯ブラシだって使えるんだよ。こうやって弾いて弾いて。最高。最初の紙を取り外すよ。夜の森が完成。魔法みたいでしょ。はい、出来上がり。あれ、それどうやったの。というわけでこちらの勝利。やったね、ウェンディ。筆使いなのかな。強めに強めに。こうこう。ちょっと、あ、そう。今日は素敵な夜ね。あ、見て、本物のアーティスト。はい、素敵なカップルね。イチャコラが好きなのね。愛してるよ、ハニー。イメージが浮かんだ。この愛を紙に込める。よーし、退屈なモデルだわ。好きに描こうっと。絵の具を出して出して。これで勝手に混ざってくれるね。線で動きをつけて色が変わる。よし、点々が終わりかけ。そしたらアルミホイールを丸めて絵の具を叩くのに使おう。いい質感が出るんだ。ほら、どう。そしたら筆で仕上げよう。外の景色だから木も欲しいね。重くなりすぎないように。もっと叩く。ほら、いい感じだ。でもまだまだ先は長い。色が混ざると本格的ね。まだ終わりじゃない。ほら、カップルね。ちょっとぼかして。よし、雨も降らそう。ロマンチックに。じゃーん。と、こんな感じ。私のいいでしょ。そっちはどう。もっとうまいかも。どうよ。うわ、美術館レベル。ほんと、お、勝者になった。やるじゃん、ジェニファー。来て、お願い。まあ、プレゼントしちゃうか。あー、私たち絵になってる。ちゃお。はぁ、
お次は何？道具は用意したけれど。ほうね、何でも来いよ。よし。ゴルド？お、わお、すごいね。やろうか。ひらめいた気がする。絵文字は形で楽しまないとね。丸に。そうだ、こういう時こそ役に立つ。新しい絵の具ね。ちょ、邪魔しないで。周りちゃんと見てよね。うわ、ひどいもんだ。たく。あ、面白いな。そうだ、新しい方法でやってみよう。これを吸い上げて、パーフェクト。ここからが楽しいよ。注入。ほら、膨らんだ。何を作っているでしょう。もちろん絵文字。独創的でしょう。ほら、ウェンディ、ほら、いい感じでしょ。こっちの方がすごくない？知ってる？すごいっしょ。私もそうすればよかった。いや、全部お花でできてたのよ。すごすぎるでしょ。そうね。お二人さん、ごきげんよう。ん？ああ、どうも。お花の話をしてたところで。僕、ゴージャス？やめてよ。絵に描いてあげるからさ。でも、どうやって？触れないんだけど。一本取っても気にしないわよね。どうかな？なかなかいい筆だ。よし、じゃあもっと太い筆。ちょっと、それ私の返して。勝手にも。わあ、ほら、こうなるじゃんか。じゃあ違うものを使う気はないか。全然違うものを。まずボトルの底に絵の具をつけ、これを押して花にします。簡単でしょ。あともう少し。花びらも正確。色を変えてもう一度。だんだん綺麗になってきた。ほら、悪くない。あー、もう直せない。こっちはいい感じにできた。ずるい。ま、頑張ったよ。私に？ありがとう、ジェニファー。ハグする。汚れるから後にして。おや、あれなんだろう。わお、やってみる。ワン、ツー、スリー。わあ、これでどうしろって？ああ、好きなものを変えてね。あれ、なにこれ。お絵かき道具でしょ、多分。何が入ってるんだろう。待てよ。そうだ、袋の先端を切ってチューブにする。あと一つ。そしたら絵の具を流そう。ほーら、ドロドロ出てきた。そしたらこうして傾けて眺めると楽しいね。白で特別な効果をポンポン。うわー、綺麗にできた。見て見て、できた。どうかな、独創的でしょ。だね。でもこれはどう？それどうやったの？また私の勝ち。なんだと思う？ワクワクするわ。なんか地味じゃない？だよね。何の音だ？サプライズ？でも何もなし。待ってるんだけど。うわお、すごい。開けてみる？もーらい。
ちょっと、私が先に目つけたのに。取るだよ。クリスの意地悪。シャボン玉だ。どうでもいい。でも、綺麗。私もいい？やだ。お願い。楽しいな。見て。いいこと思いついたわ。よし。このキャンバスにローラーでペンキを塗るの。塗り忘れがないようにね。次にコーヒーのコップを白いペンキの中につけてキャンバスに押し付ける。好きなようにデザインしてね。今度は丸の中身を塗っていくのよ。いろんな色合いをつけるのがコツだよ。シャボン玉の光を表現するように塗ってね。いい感じ。最後に仕上げ。わあ素敵。私ってば芸術家ね。クリス見て、シャボン玉。すごくない？ちょうだい。交換しよう。ほら早く。わあ。あれ、シャボン玉は空っぽだ。ずるい。お、全部使っちゃった。最悪。次のチャレンジは？やった、ユニコーンだ。嬉しい。落ち着いてよね。新しく友達作らなきゃ。クリス、何してるの？プリンセススパークルだよ。レインボー王国だ。変なの？いいから回すよ。何になるかな。手なし。オッケー、行くよ。私は手を後ろで組む。ナイスアイデア。意外と簡単かも。いい感じ。完成。どうも。微妙。なんだよもう。ユニコーンの描き方見せてあげる。まずは大きさのチェック。僕も確認しなきゃ。これくらいかな。また変なことしてる。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。方眼紙を使ってユニコーンを描くの。最初は変だけど大丈夫。いい感じね。線が引けたら今度は真ん中ね。細かい絵が描きたいときにおすすめの方法だよ。方眼紙を使うとサイズが決めやすくて簡単に絵が描けるの。次は色だよ。色塗りも簡単。角は虹色にしてね。かわいいでしょ。できた、ユニコーン。見て、すごくない？どうやって描いたんだ？僕のはこんな感じ。まあ、頑張ったわね。なんか楽しいことが起こりそうな予感。ハートだ、かわいい。誰が回すか決めよう。僕が勝つ。やった、勝った。いいものが出ますように。紙なしか。でも、どうやって描くんだ？考えるしかないわね。見てて。私は真ん中に線を描いたら、もう一本足すの。上と下にも、こうやってね。次は、ハートの横の部分。鉛筆はペンの下書きにぴったりなんだ。形ができたら消しゴムで余分な線を消して、あとはペンでたどるだけ。 3D 効果も抜群だしね。次は色塗り。線の中を塗ってね。そしてできたら内側に影をつけるの。鉛筆でも簡単にできるよ。影がありそうな場所を見つけて影をつけるのよ。綺麗に塗ってみてね。いつもとちょっと違ったハート、素敵でしょ？完
完成。どう？うわ、ま、まあまあかな。僕はどうしよう。そうだって。普通ね。何かできることはないかな。そうだ、小さなハート、これでどう？ハートだよ。違くない？ごめん。これは？諦めてよ。まだまだ、指を頑張るんだ。あ、そうだ、赤いペンを使おう。指を重ねたらハートを描く。あとはこうやって色を塗るだけ。うん、悪くないぜ、いい感じだな。てか超いい。でもまだだよ。にっこりマークを加えてみよう。こっち側にもね。ロマンチックね。うそ、かわいい。待って、いいこと思いついた。変にしないでね。任せて。見て、ハグしてる。感動して泣いちゃうかも。かわいいよ。どの鉛筆を使おうかな。青か緑か。まったく、かわいいんだから。チュッチュー、今夜夢に出てくるといいな。わお、カタツムリだってすごい。誰が回す？僕の勝ちだ。今度は負けちゃったか。いけ、手なし。またしょうがないな。いくよ。手を貸してあげよう。それ。ねえねえ、違うよ。え、なんで？もういいや、試してみるわ。目つぶって。変なの、もう。これ持っててよかった。どう？完璧。意外と難しいかも。すごい、本当にすごい。キスしたいな。あ、そうだ。嘘、20ドルも払ったのに。最悪だ。でもいいこと考えた。これはいらない。ペンがあれば高級な花なんて必要なしだぜ。自分で作っちゃえ。この方がロマンチックだしな。よし、完成。気に入ってくれるかな。見て、できた。結構いい感じだね。カタツムリだけど、僕はこれだよ。私に？君はバラよりも素敵だけどね。恥ずかしい、でもロマンチック。待って、お先にどうぞ。いや、一緒にやろ。じゃあルーレットスタート。あ、笑ってる絵文字。マジか。やった、私は片手、あなたは手を使わない。さあ出てこい、道具や。あれ、ボトルだ。あー、スカイ、このチャレンジエプロンいるわ。よし、準備完了。やるよ。ルーレット、念力で動かないかな。お願い、お願い。やった、動いたんだけど。本当に？代わりにアイスクリームでチャレンジ。丸はうまくいった。次は目を描こう。眉毛もあるんだったっけ。こんなもんでしょ。次は青。涙を描いて塗りつぶして。こんな感じかな。ボタボタ落ちてる。まあそれっぽいかな。次は赤。またギュッと青の上にかけて。思ってたよりは悪くない。よし、次は黄色。これを塗りつぶさないとね。隙間なくしっかりと、全部がしっかり黄色くないとね。あとちょっと。よし、できた。じゃあひっくり返そう。わあ、すっごくうまくできてるじゃん。あ、鼻がブルブルしてきた。やばいか。エクシン。うわ、蓋が外れたし。ねえ、大変なんですけど。ああ、そ
りゃ災難だったね、スカイ。アホくた、これはおしまい。ま、ひっくり返すのは手伝ってあげられるけど、もうちょいギュッと押せば。もともとぐちゃぐちゃだから、まあ一緒。ほら、これでマシになったでしょ。はあ、そりゃどうも。うわ、相当ご機嫌斜め。でも見て、こっちは可愛くできたでしょ。じゃあ次は私が押すね。何になるかな。あ、木だ。これは予想外。また手なしでやんの。次の道具は何が出てくるかな。インク一瓶とストロー。ま、取り掛かりましょっと。肘をこうやって使ってね。よし、次は蓋を開けよう。これも OK。 ストローは口で使えるからいいもんね。じゃ、ここにインクをっと。登ってきてる。このストローでどうしろっていうの。インク飲んでる。それジュースじゃないのよ。は、何が。飲んでるのかと思った。絵を描くにはこうするしかないからさ、決めた方向にインクを吹いていくわけよ。わあ、すっごいリアル。口のストローだけでよくそこまでできるわね。なんでこっちはうまくいかないの。吹く力が足りないのかな。出てこい、いまいましいインクめ。って顔についた。インクまみれになってない。何をガタガタ泣いてんのって。うわ、やらかしてる。待って。は、待てって何が。このピンクの絵の具でさ、これをピューッと出す。別の色もね。あとは綿棒でやるわけよ。絵の具につけてさ、見てて。そっちの黒い木の枝にポンポンポン。ほら、花が咲いた。春にもってこいでしょ。すっごく綺麗にできてるでしょ。わあ、おかげで木がもっと綺麗になった。共同作業ってやつよ。さすが、素敵じゃん。よし、それじゃあお次のチャレンジ。わあ、絵の具とスポンジだ。ブニブニする。一回自分のメイク直そうかな。うわ、これはやらないとまずいかも。いや、私もだわ。あ、ルーレット。スポンジに止まった。そしてこの長いキャンバスを使えってさ。よーし、やるぞ。手は、うわ、どっちも使っちゃダメだってさ。んじゃ、始め。な、頭が痛い。もうちょっと気をつけないとね。よし、スポンジに黄色をつけたよ。これをキャンバスにポンポン、線を描こう。私は水色、端っこからね。黄色の上にオレンジを押してっと。次は薄ピンク、青の隣に塗っていこう。次は綺麗なグリーン。これ面白いね、レクチー。じゃ、続きっと。ここは緑にしよう。ピンクをなじませろ。綺麗なグラデーションになったかも。すごく綺麗で神秘的。こっちも出来上がり。大変だった。あれ、私の絵と近いすぎじゃない。で、これ見てどう思う、レクチー。見てよ。はいはい、すっごい。なんでそんなに上手に描けたわけでしょ。思った通りの出来栄えになったわ。なんか自分のがしょぼく見えてきた。そう、気落ちしないで。手を加えればいいな、このデイジーでさ。これをキャンバスに伏せて、白い絵の具をスポンジに。花びらの端を白にポンポン。うわー、こっちも同じように。うわー、さっきよりずっといい。もっと気に入った。花びら模様が綺麗、かわいいな。お役に立てて嬉しいよ。次はスカイが押しなよ。オッケー、回り始めた。次のチャレンジは、わー、ユニコーン。ワクワクするな。あ、新しいパターン。そっちは目隠しだってさ。目隠しするならユニコーンになりきろうかな。
やったー、ユニコーン型クッキーにデコレーションだ。またエプロンの出番。オッケー、そしたら目隠しをしてっと。スカイ、どこ行った？そこにいる？あっちとは何？あ、クッキーだ。もーらい、おやつにしよう。レクシー、何もあっちに見えないけど。で、あれ、クッキーどこ行った？あれ、ないの？なんでだろう、見えないからわかんない。そっか、じゃあ仕方ない、もう一枚行った。ただ、レクシーのことは見とかないとな。よし、それじゃあデコレーションを始めよう。はい、レクシー、手伝うよ。白のアイシングね。ありがとう。難しそうだからさっさと始めよう。クッキーの形をなぞらないとね。これでよし、あとは白で埋め尽くしてっと。よし、順調、出来栄えが楽しみ。わあ、すっごく可愛くなったんじゃない。あとちょっとで終わり、全体が濡れた。あとは筆と金のアイシング、下側と耳に塗ろうね。あとは角も忘れずに、目も描き入れてっと。赤いアイシングも使おう。鼻の穴はハート型にね。わあ、かわいい。結構手慣れたもんでしょ。よーし、この色を使おう。何色かな、わかんないけど、ま、目がないとダメだから、また色を変えよう。鼻の穴がないと息もできない、大事だね。これ絶対可愛くできたやつだ。やった、出来上がり。スカイ、サッチャーだ。あれ、期待してたのと全然違う。まあ、目隠ししてたらこんなもんか。お鼻にキスしてあげたくなるな。ほんとかわいい、食べちゃいなよ。私はこの角で十分よ。退屈だな、何しよう。そうだ、お絵描きだ。まずはオレンジ絵の具。楽しいな、物を描くと退屈しないね。でも喉も乾く。うわ、しまった、手が絵の具で汚れてた。うわ、汚した、どうしよう。グラスに絵の具がついた。そうだ、私天才。よし、綺麗なグラスに指で絵の具をペタペタ、こんな感じ。上に波線を引いて、よし、もっと描こう。水玉の下に線を入れて、できた。わお、かわいい。電飾が巻かれてるみたい。前よりずっと綺麗になったね。いい考えだった。さて、もっとジュース飲もう。そうそう、これこれよ。ねえ、新しいジャケットどうよ。セールだったの、 50% オフよ。よくない？それはよかったね。ちなみにこれ私のジャケット。あと新品のスマホケース、どう？キラキラとか時代遅れ、今はポピッと。あ、そう、ノートもあるけど、シールで飾ったの。ハートに星にアイスクリーム。あー、くぬぬぬぬ、私のノートなんもない。これじゃあ負けちゃう。何かできること？マーカーならある。そうだ、そうすればいいんだ。マーカーの先っちょを切り落として、形を削ってハートを作る。ほら、かわいいじゃない。そしたらノートを用意して、スタンプのようにペタッ。他の形もいろいろと。これでよし、私もハートと起こしたな。ほら、すごいでしょ。しかもシールじゃないの。うわ、超羨ましい。ミスさん、アイスクリーム返して。石ころだらけの道が。よし、お絵描きだ。僕は絵描き、色塗りの楽しい。うわ、パソコン汚しちゃった。そうだ、拭けばいい。あれ、広がっちゃった。うわ、どんどん広がる。全部ピンクになった。めっちゃ怒られる。起きた。何してんの、こっちなんか見て。変ね、なんか怪しい。うわ、パソコンが、なん
何よこれ、ピンクになってる。あれ、そこにあるのはストロー。そうだ、これを使えば。これが汚れたパソコン。そこにもっと絵の具を。そう、もっとたっぷりとね。白と黄色、紫少々、綺麗だな。それからベージュ。そしたらストローを用意して絵の具に息を吹きかける。息の力で絵の具を広げていくのよ。その調子、色の違いが楽しい。模様も綺麗だよね。わあ、ちゃんとした芸術品になった。綺麗、まるで海の波みたい。思ったよりよくできた。わお、パソコンが超クールになった。最後の一つ、うわ、倒れた。ちえ、僕下手だな。あ、そこにあるのは絵の具。そうだ、絵の具だ。それにイーゼル、出しっぱなし。使っちゃうぞ。見てるかな、捕まりたくない。よし、ドアは閉じてる。お絵描きするぞ。このピンクにしよう、かわいいち。僕はお絵描き得意なんだ。よし、これだけあれば。って、何やって、いや見て、お絵描きいいでしょ。うん、まあそうね。人のキャンパスに描かれたんだけど。あ、あれならなんとかできる。キャンパスにテープで A を描く。そこに同じ色の絵の具を垂らして、こっちは青、もっと青、それに黄色、他の色も。そしたらスポンジでトントン。綺麗にするんじゃなくて色を伸ばす。どんどん広げていこう。テープの上にかかってもよし。うん、これ楽しいな。でも地道な作業ね。丁寧にやったらよし、出来上がり。キャンパスに色を塗り終えた。そしたらテープを剥がすよ。よし、取れた。わお、すごい、綺麗にできた。わお、すごいや。僕にもやらせて。おや、ケイトが絡まった。わあ、おばあちゃん見て。うわあ、ケイトが。あんちゃん、そんな、僕の絵が台無し。おばあちゃん、ケイトのせいだ。待てよ、ケイト、そうだ、絵の具で濡れてるから使っちゃおう。よし、キャンバスは真っ黒。その上に金の絵の具とケイト、それをこうやって乗せて、よし、できた、広げたね。そしたらケイトの端をテープで固定。いい？キャンバスを持ち上げるよ。ほら、ケイトが抜けた。こりゃ大したもんだね。あなたは自慢の絵描きだよ。今までの最高傑作だ。かわいいな。僕の才能で振り向かせよう。まずはこの青、他の色も使おうね。ハートはやっぱりピンクでしょ。よし、僕のメッセージだ。気に入ってくれるかな。私に作ったって名もいるかい。うわ、いや、そう言われたら困る。確かにこれは困る。あれ、うわ、手に絵の具がついた。今日は失敗ばかりだな。これ以上汚れる前にと、石鹸をよく使って。待て、お、これはすごい、泡がカラフルだ。今度こそ石鹸水を作って、そこに絵の具を足す。木べらでよく混ぜれば、ちょっと泡立ってきたね。でもまだ足りない。ストローでブクブクしよう。うわ、泡がたくさんだ。どんどんできるぞ。ストローはここまで。
あとは紙を泡に押し付けて、こんな風に。わお、泡が紙に映ったぞ。いや、これ作ったんだけど。私に？うわぁ、素敵ね。とっても綺麗。うわぁ、一緒に教室行こう。うまくいったぞ。私はユニコーンよ。すごい。これはインスピレーション。ペンはどこ？絵が描けないじゃない。いいこと思いついちゃった。この箱開けてみよう。うん、やっぱり。わお、私も使っていい？しょうがないな、友達だし。はい。え、白？これじゃ書けない。それは自分の問題よ。どうしよう。手伝ってあげようかな。それどこから出てきたの？任せて。これでやっと書ける。うん、そうだ、秘密のデザインにしてみよう。まだ見えないけど、今だけ白い部分に絵の具が塗らないから、徐々に秘密のデザインが見えてくるんだ。じゃーん、ユニコーン。いろんなものが描けるの。何でもあり。はい、終わり。どう？普通ね。アシュリーのはすごい。どういうこと？白いクレヨンをあげたのに。さてさて、次は二人とも聞いて、王室の宝石よ。輝いてる。描いてみて。よよ、冠って簡単。猿でも描けちゃう。本当に？私のはもっとすごいわ。ディテールが大事。次は宝石。ルビーレッド。もう少しリアルなものがいいの。これ持ってきてよかった。完璧。あ、輝きが足りないかも。金色のキラキラ。大丈夫、計画通りよ。できた。先にどうぞ。そう、どう？きれい、かぶっていいわ。どうやったの？素敵。アシュリーは？これが私の。上手じゃないわね。これでどうかしら。ちょっと微妙かも。二人とも準備いい？このエアポッド大きい。ずるい。私が使えるのはこれだけ。持つことさえ難しいのに、信じられない。私は準備 OK。 完璧。邪魔してやる。石鹸を使ってね。さて、書いてみなさい。真ん中から始めて。あれ、この鉛筆なんか変？そう？変なの。タイムアップ。もう少し待って。終わりよ。見せて。はい。ジェニファーのは？上手だけど、石鹸持ってきたわね。これは反則よ。ジェニファーの仕業？
信じられない。綺麗になったからいいじゃない、アシュリーの勝ちね。やった、音がすごくいい。はあ、落ち着く。これ書いてみる。やった、どれどれ、カラフルね。でも私のはもっとすごくなるはず。これを使ってね。テープを貼ったらこうやって絵の具を乗せるの。次は櫛でパターン作り、こうやって色が馴染むの。すごいでしょ。テープを剥がしたら線まで綺麗。どう？大成功。私の櫛が何したの？私のなのに、ごめん。最悪。お菓子で許して。いやよ、待って。オッケー、ちょうだい。これで面白くなるはず。紫、君が上に。リアルになった、本物のポップイットみたい。ナイス、見せて。はい。わお、ファンキー。ジェニファーは素晴らしい。勝者は、わお、たくさん降ってきた。次はこの美しいドレスを見て。ダイヤモンドが綺麗。スタート。余裕。赤がたくさんあればいいんでしょう。アシュリー考えて、もう時間がないよ。頑張るしかないか。まずはアウトライン、それに足、ディテールが大事。次は色付け、線に塗ると動きが出るの。本物みたい。いい感じ、描けるかも。手伝ってあげよう。ドレスといえばキラキラ。素敵。願い事をして。あ、アレルギーが。フィッシュ。時間切れよ。はい、ジェニファー、綺麗でしょ。素敵ですよ。私のは、お、このみたい。え、わー、光ってる。嘘でしょ。自分で作ったの。あげる。芸術から生まれた友情関係ね。1、2、3、どれどれ。青い貝。やった、猫大好き。油かたぶら。あれ？できた！どうやったの？何が入ってるのかな？金貨？やってみて。もちろん。ふむ、なんだか柔らかい。うぅ！本物！かわいい！名前、なんだと思う？マシュマロって呼ぼう。そうね、私のはつまらない。そうだ、これを使って猫の絵を描こう。
完璧な半円を作ったら、あとは自由自在。ほら、猫に見えてきたでしょ。使っている形は少ないのにすごい。色もつけてね。あと少し。完成。かわいい。どうも。わあ、僕の赤ちゃん。マシュマロ？何も書いてないじゃない。気を取られちゃった。猫の絵を見せて。恥ずかしいな。頑張って描いたの。にゃん、素敵。ありがとう。ブライアンは何もないのね。アブラカタブラ。マシュマロ、準備はいい？それオレンジね。サプライズラウンド。どういうこと？僕わかる。釣り竿でしょ。ブブー。待って。なに、ブライアン。車でしょ。違うわ、ユニコーン。なんだ。私かける。ほら見て、大好きなの。苦手なタイプかも。素敵じゃない。はい、スタート。そんなに難しくないはず。とにかくいろんな色を使えば OK。プラスチックに描けばマーカーが乾かないから、他の色をのせて水を加えると全部混ざるんだ。上に紙をのせたら、ほら、大々柄。その上に絵を描けば魔法のように仕上がるんだ。色は黒。塗りつぶしたら目立つからいい感じになるよ。もう時間切れ。僕の完璧。本当に素敵よ。上手に描けてる。マディソンは？描いてないよ。絵じゃなくて人形が欲しい。もう十分よ。残念。悲しそう。これいる？いいの？ありがとう。優しいのね。次は何でしょう。ピンクってことはわし。まだ終わりじゃないわ。ん？どういう意味？秘密のコード？ちょっと待ってね。うん、頭使うな。今日のお昼は何を食べようかな。すごいペースで描いてる。手が痛い。そうだ、バッテンを使ってわしを描こう。あとは色を塗るだけ。早送りするね。いい感じ。おしまい。終わり。ナイスタイミング。見て、上手ね。私のは個性的なの。見て、キラキラ。どう？人魚の鳥。そうね。回すわね。どれどれ。紫。これはお猿さん。わお、準備いい？猿だって。ウッキーウッキー。似てる。
真似はいいから書いてみて。うん、何してるのかな。おい、助けてくれない？いいわ。猿って意外と簡単なの。ほら、可愛くない？本物みたい。わお、すごい。次は私。え、ちょっと待って、時間切れよ。僕はできたよ。上手でしょ。私のはこれ、なんだか似ている。同じ人が描いたのかしら。変ね。僕が描いたよ。本当に？あげる。私のよ。ほら、よくできました。次も行くわよ。準備はいい？黄色は四角。スタート。これ使えるかも。余裕余裕。うわ、なんかすごいの書いてる。これはいらない。よし、どんな感じになるかな。見せて。四角。なんだよあれ。そうね。ほら、失格。わかったわ。これでどう？うわ、すっごい。天才ね。僕のもおったら。ほら、これでどう？努力は認めるわ。はあ、なんだよ。どうやるの？簡単よ。真似してね。次に線をつなげるの。形に見えてきたでしょ？うわお。二人とも芸術家ね。遊んでくれてありがとう。うわ、信じられる？みんなに言わなきゃ。これはブライアンの？ほう、目が離せない。二人とも準備できた？どういう意味？道具が必要ね。それで？大切なものを忘れていたわ。すごくない？入ってきた。私も。すごい、バスケットボールみたい。かわいい。どこに置こうかな。そうだ、ちょうど喉が渇いてたんだった。簡単。次はあなたの番。そうね。すごく軽い。あ、なんで話しちゃったの？暴れてる。戻っておいで。うん？うわ！濡れちゃった。どうしてうまくいかないの？かわいそうに。私が手を貸してあげる。うわ、あ、水が溜まった。ありがとう。もちろんよ。はい、書いて。誰誰？よし、男の子を書いて。水を入れる。動いた。いけ。すごすぎる。ふむふむ、そうね。テーマが水だから魚がぴったり。泳いで。イ
やった。あれ、どこに行くの？ちょっと戻りなさい。もしもし、誰もいないの？タイムアップ。はい、見せて。風船はまたお宝か。ふう、わお、すごいわね。あなたは？私のは泳いで逃げちゃった。うわ、大きな魚が。うわ、臭い。やっちゃった。次は？次は？サプライズのようね。何？どういうこと？あれ？何もない。何で書けばいいの？そうか、作ればいいんだ。それ。うわ、信じられない。見てこれ、最高。英語でユニコーンって書くの。ここに線を加えて。目がかわいい。どう？わかった？これが角。本物のユニコーンになった。かわいく色もつけなきゃね。カラフルに。細かいところまで気をつけるとリアルな絵になるはず。かわいい。見て。いいの。しっかり考えて。あれ、ダメ。もっと集中しなきゃ。見ていられない。それ。やった、できた。でもどうすればいいんだろう。鏡を使うの？試してみよう。あ、反射が見える。すごいかも。そうだ、わかった。反射した2を描くと面白い絵が描けるの。そう、カエル。緑色に塗ると分かりやすいかも。いい感じ。私ってばちゃんとアーティストよ。ギリギリセーフ。素敵ね、いいわ。私のは？今回は二人とも勝ちね。静かに。面白い。始まるわよ。よし、続けましょう。いいって何？エレファント？そうだ。ちょっとやめて。うるさい。ごめん。もういいから始まるもの。これは何？大丈夫？アレルギーかな。それじゃあ、いいこと思いついた。勝てるかも。今度は指？この子本当にうるさい。ちょっと腕が動かせない。誰がこんなこと。やっと集中できる。とりあえず「いい」って書いてみよう。そこから飾り付けね。綺麗でしょ。立体感がある。よし、完成。エヴァのこと忘れてた。完全にのめり込んでたみたい。はい、どうぞ。やっと。ごめんって。
早くしなきゃ。書き始めてないのに。残念ね、ケイト。それエヴァにあげたら？これで許してくれる？いいから。そう、じゃあ遠慮なく。バチが当たったか。しょうがない。ケイト、これ分けてあげる。誰の勝ち？美しい友情ね。素晴らしい。さあ、準備はできた？はしごに止まったわね。面白そう。これが必要。ケイト、定規って使えないの？はーい。えへへへ、残念。はしごなんて書けるかな。ケイトのどんな感じだろう。なんかの冗談？さすがにもっといいものを描けるはず。角度が大事なの。あとは線をきれいに揃えて。それじゃあペンを置いて。どう？あっそう、私のは？それ完成品？そうね、これを半分に折るの。折り目をつけて、これでオッケー。立体的になったね。わお、どれくらい強いかな。うん、風のせいだよ。風痛そう。こっちはどう？登れた。素晴らしいわ。二人ともよくできました。ありがとう。頑張ったからご褒美をあげるわ。羽だ。私も綺麗。芸術っていいかも。ここに来てよかったな。うん、外食するの久しぶりよね。ロマンチックな食事は最高。二人きりだし。この瞬間を待ってたんだ。プレゼントがあるんだ。チキン？なんでこんなところに？はい、これトイレのブラシ。ちょっと待って、ごめん。これだよ、大切な君のために。リアム、すごく綺麗。君もだよ。最高。写真を撮ろう。すみません、写真お願いできますか？はい、笑って。ちょっと待って、それ同じ指輪？マジで？信じられない。返して。ありがとう、言っていいわ。あー、はい。どうしたんだよ。あの子、まるっきり同じ指輪をしてたの。特別な指輪が欲しいわ。どうしよう。そうだ、紙の上にハートを描いてから透明のグルーでなぞって、中を埋めてみよう。はみ出さないように気をつけなきゃ。失敗しませんように。よし、次の部品の番。固まる前にくっつけなきゃ。軽く押さないと。完璧。さらにグルーを塗ってっと。これで OK。 次はビーズに押し付けてみよう。絶対にユニーク。エマ、これを君に。気に入ってくれればいいけど。うわ、リアム、かわいい。すごくロマンチック。ありがとう、すっごく幸せ。だからどうでもいいって言ったんだ。結局居残りにされたけど関係ねえよ。面白い、見たかったな。リアム、助けて。どうしたの？大丈夫？怖かった。ありがとう。ロリポップはどこ？あった、
うわ、毛だらけになっちゃって食べられない。うえ、キモい。どうにかならないかな。うん、あ、これあげる。え、いらない。ダメか。あ、そうだ、キャンディーをグルーガンに入れて三角形を描いてみよう。溶かしたキャンディーで色を塗ってみよう。うん、いい匂い。線からはみ出さないようにしなきゃ。下の部分には少し隙間を空けないと。よし、色を変えてみよう。緑色を使ってと。次は暗い緑色。もうすぐ完成。スティックを刺して飾り付けをしたらスイカのロリポップの完成。うわー、すごい。あげるよ。ありがとう。気にしないで。うん、すごくおいしい。マジ？もう一本作ったんだ。おお、めっちゃおいしい。テープを準備したらここにつける。お絵かきしよう。難しいな。次はこの色。丁寧に。ダメだ、下手くそ。おじいちゃんのテープ、これ借りるよ。よし、テープが手に入ったからカラーペンを並べる。テープでしっかり固定したらどうなるか楽しみ。虹を作るよ。やった、僕って天才。わお、すごいな。もっと色を使ってみよう。たくさんあるぞ。虹を作ろうか。本当に大丈夫？もちろん、これこそが芸術だ。よし、どうなるかな。形にこだわる必要は一切ないぞ。ここから上に上がってこんな風に行くぞ。元の場所に戻ったら終わり。わお、完成。どうだ、鳥みたいだね。すごい。セール中です。いかがですか。うわ、いらない。また拒否られた。うわ、誰助けて。落ち着いて。どうした、全然売れないんだ。そもそもその中で何してるの。ゴミで何かするつもり。わしを信じろ。行くぞ。この蓋を紙の上に置いて上からスプレーをかける。全体的にかかるようにね、蓋の上も。次に端っこに白いスプレーをかけて埋まったらプラスチック袋の出番。このように押し付けてみて。よし、さらに白いペイントを使ったら蓋を取る。よし、完成。じゃじゃーん。わお、おじいちゃん綺麗だね。糸も簡単に作っちゃったよ。はい、あげる。それ欲しい。いくら？これで完成かな。自画自賛だけど、これこそがまさに芸術。ここに置いておこう。おお、いいね。お、シャボン玉。ご褒美の時間。たくさん出てきた。シャボン玉大好き。戻ったよ。あ、落としちゃった。僕の作品だ。頑張ったのに。ちょっと待て、シャボン玉。いいことを考えたぞ。ペットボトルの上を切ったら上に熱湯をかぶせる。次にこのトレーの中に石鹸を入れて、これで十分。ネット側を石鹸の中につけたらネットに石鹸がつくはず。ここに絵の具を加えてみよう。青に赤、
もちろん黄色も。よし、いい感じ。このままシャボン玉を作ってみよう。なるべく紙に近づけて。大きいシャボン玉は割る。よし、完成。これどう思う？わお！どうやって作ったの？シャボン玉を使ったんだよ。はい、あげる。おじいちゃん、ありがとう。最高だよ。シャボン玉は便利だな。この角度でいいかな。よし、ついに完成。比べてみよう。ダメだ、全然違う。いたいた、こっそり。喜んでもらえるかな。あれはおじいちゃんらしくないな。あのライト、あ、そうだ。この箱のフレームを開けたら中にライトを入れる。フレームの中で伸ばせば完成。蓋を閉めてみよう。わお、いい感じ。おじいちゃん、箱の中にライト。だからなんだ。いいからおじいちゃん、見せてあげる。その絵をガラスの上に乗せてみて。なるほど。わお、光った。なるほど、トレーシングをするのか。簡単でしょ。もう一度試してみよう。線をたどれば OK。 すぐできる。しかも簡単じゃ。あと少し。よし、完成。これこそが芸術。フレームとライトで作れるなんて。どうもありがとう。どういたしまして。ああ、なんて美しいんだ。おじいちゃん、気をつけて、倒さないでよ。考えるだけでも恐ろしい。ぶつかったらどうなるんだろう。おお、スーツにエロンがついちまったぞ。うわ、僕の絵がダメ。おお、恐ろしい。絶対に嫌だ。いいこと考えた。おじいちゃん、これ貸して。ヘアスプレーを使ってみよう。絵の上から吹きかけたら、全体にスプレーしないとね。乾けばしっかり保護されるはず。ほら、にじまない。これで安心。本当だ、ジャケットにつかない。よかった、作品を守れた。よし、トイレットペーパーの芯、タワーに加えよう。もう少しでお城の完成だ。おじいちゃん、どこ？メガネがなくて。え、どこ？何も見えないよ。手を振らないでくれ。ダメ！わしの後ろが倒れた！頑張ったのに、ただの新人なんて。はい、メガネ、早く行って。怒ってる？どうしたの？わしの夢が奪われた。悲しそう。これ、直せないかな？トイレットペーパーの芯をこうやって平らにする。次に丸く切って、完璧。いい感じ。次のステップ、グルーガンで端っこにつけて、二つ目をここに。よし、これここにくっつけたら OK。 いい感じ。こんな感じでくっつけて、ほら、模様ができてきた。さらにパーツを加えていったらできた。ピンク色に塗ってみよう。おじいちゃん、見て、アートが好きなんでしょ。え、それトイレットペーパーの芯？
そう。見て、飾りにぴったり。どう思う？素晴らしい作品だ。最初のお題は何か。じゃ、ルーレットスタート。ワクワクする。ルーレットが止まるよ。わお。にゃお。猫大好き。一番可愛いよね。可愛くてボコボコ。あん。二人ともお絵かきするんだよ。あ、はい。うん、チャトラにしよっかな。ほーら、じっとしててね。大きさ正確かな。うん、これじゃダメ。こうでなくちゃ。頭と体を測るんだ。正確な比率にしたいからね。うん、まだダメだ。これを使おう。毛を抜いて、これで十分。うわ、ゴーグルしててよかった。計算を見てみよう。思った通り。え、ルナは何やってんの？結果が出た。仮説は正しかった。アートにかかりますか。白衣は用済み。そんじゃあスタート。最高の猫を描いてやる。それじゃあ出来栄えを見せて。もう時間切れ。私が描いたチャトラ。まあ猫みたいなもん。もっと自信持って。可愛くない？いいわね、アシュリー。わあ、それ上手だね。んじゃ、書き方を見せるよ。まずは単語から、キャット。そしたら文字から始める。頭を丸く、小さな耳、それからおひげ、尻尾、お腹、小さな前足。カラフルに書き込んでもいいよ。オレンジ色の耳とほっぺ。顔も忘れないで。もちろん今回は灰色の猫。体全体も塗ろう。小さな足も忘れずに。縞模様も似合いそう。濃いグレーを使おう。これで出来上がり。すごいでしょ。なんかそっくりかも。そうだね。まあいい子たち。それじゃあ次のルーレット。やった。どこで止まるかな。ハートだ。大好き。モデルを用意したよ。準備はいい？ワン、ツー、スリー、ゴー。超かっこいい。私のハートはこの彼。笑顔が素敵。お、それ私のクリス。あなたのクリス？私のだって。いやいや、私の。おや、喧嘩が始まった。困ったもんだわ。私が先に目があったんだから。ちょっと喧嘩はしないで。クリスから離れて。あんたが離れて。こうなったら仕方がない。それ、ユニコーンの魔法で解決するわ。何でもできるんだから。さあ、かっこよくなくなった。悪いけどね。私の。あれ、彼こんな顔だったっけ。うわ、信じらんない。うわ、笑顔が素敵じゃない。
かわいそうだけど。うん、ルーレットするよ。あ、そっか。ねえルナ、あれクリスじゃない？どこ？誰もいないんだけど。あは、ノロマ、これはボーラだ。いないんだけど、どこ？うわ、マーカーがなくなった。どうしよう。アシュリー、取ってったの？何のことだかわからない。あれ、疑われてる？ああ、それは意地悪だね。んじゃ、ユニコーンの魔法を。あっ、また盗んでごらんよ。助けて。あれ、アシュリー凍った？あ、私のペンだ。どうもありがとう。作業開始。ハートだったよね。完璧なハートは長方形で囲むべし。こうやって。そしたら定規で縞模様を引く。上から下までね。ハートの中は曲線で。ここはフリーハンドでいい。いろんな色に塗ろう。この縞はオレンジ色に。そしたら緑、赤。輪郭をなぞって黒くする。鉛筆を使うとちょうどいいね。そしたら左右に合わせるよ。影をつけるんだ。修正ペンで光をつける。で、枠をつける。よし、綺麗にできた。立体的なハートができた。オッケー。動いてよし。でも、まだ何も書いてない。曲にしなさい。絵を見て。気に入った？素晴らしいわね、ルナ。超クール。盗んで悪かったよ。いいって、忘れていいよ。私に？ありがとう。ああ、友情ね。私にはクリスがいる。次は何？それじゃあ二人とも、行くよ。どこに泊まるかな？手だ。では、あなたたちの番。手を描くんだ。どうする？そうだ、ひらめいたわ。あ、電球だ。ユナ、どこにいる？大丈夫？ああ、ちょっと感電しただけ。あ、これ私の手の影？いいこと思いついた。電気がついたわ。また明るくなったよ、二人とも。やった、もう懐中電灯はいらない。じゃあやろう。まず手をなぞる。簡単なはず。そしたら手をかわいい小鳥に。親指に目とくちばしをつけたら、羽と足も追加。そこに色を塗ろう。くちばしはオレンジ色。小さな足も忘れずに。全体を白いチョークで塗る。ここが一番簡単ね。塗り残しがないように。どうやって描けばいい？手をこうすればいい？あれ、なんか変な感じ。他にはこうがいいかな。違うかも。これかもしんない。何これ、雲の糸？あっ、狙いが外れた。他が必要だな。
これを試そう。手をなぞろう。こんな感じ。手首までね。この子は可愛い犬になる。目を描き入れてあげて。もう手には見えないでしょ。首輪をつけて色を塗ろう。オレンジが似合うかな。大きな舌も忘れずに。ここにも色を塗ろう。そしたら毛を茶色に塗る。全体を茶色く塗ろう。塗り残しがないように。こっちは色を明るくしていい感じじゃない。はい、時間切れ。何が描けたかな。この作品をご覧あれ。私犬大好き。おお、それあなたの手ね。わあ、素敵。私の鳥は可愛くない。まあ、そのアヒルも素敵ね。とっても素晴らしい。パーフェクト。さて、勝者はどっちかな。アヒルか犬か、どちらも素敵。うん、勝者は2人、審判も2人。ユニコーンの魔法で分身。そうそう、こうすればいいわけ。はい。わお、何あれ、魔法。二人とも素晴らしい。じゃあどっちも勝ち。やった。オッケー、準備はできた。ワクワクする。いいね。おう、じゃあキリンを描いて。うん、どうやるんだろう。なんだ、簡単よ。寝ながらでもできる。うわぁ。ふん、あっそう。うん、そうだ。まずは頭を描く。曲線を描いて、あと線を何本か。うん、そうだ。まずは腹ごしらえから。うん、あとはお昼ね。さっぱりする。ふう、広いモールだった。戻ってきてくれてよかったけど。でもアイデアは手に入った。じゃあ作業開始。まずはこの4つの数字を書く。1234を四角くね。じゃあキリンを書こう。これは首と前足、頭と耳と尻尾を追加。模様も忘れずに。わあ、可愛く描けた。2はというと白鳥になる。3は何かというと羽だね。綺麗な蝶々。4は何かな。この鱗は何だ。最後はそう、魚。どれも可愛いな。じゃあ色を塗っていこうか。キリンは黄色、模様は茶色。可愛いね。白鳥は白か灰色、黒いのもいるね。この白鳥はとっても優雅。水も青く。忘れずに塗ろう。オレンジの蝶々？いいね、綺麗だと思う。かわいい。模様も綺麗だね。中を塗っていこう。そしたら小さな魚。青と緑と黄色にして、唇はピンク。終わり。それじゃ
時間切れよ。 OK。 Oh no。 4つ書いたよ。キリンももちろんいる。わあ、素晴らしい。アシュリー、グッド。ルナは？あとちょっと待って。いい？急いで書いてるけど、まだ終わらないの。終わり。時間切れだね。それは不思議な生き物。頭はちゃんと描けたでしょ。キリンががっかりしてるわ。うん、好きな人にぴったりなこと考えちゃった。喜んでもらえるかな。よし、デイビッド、ハロー。ナイス。何かな。僕のことが好きだって。やった。どれどれ。ああ、私の本が。ごめん、拾うの手伝うね。あら、なんて柔らかい。わお。あ、本。そうだった。ありがとう。恋しちゃったかも。待って、もう一回だけ見てみよう。やっぱり素敵。はあ、そうよ。初めて会った時の思いっていい感じ。ナイス。わあ、覚えてる。優しいのね。大好きだよ。制作に取り掛かる準備しなきゃ。たまに汚れちゃうけど。よし、アイディアをアートに変えるぞ。最初の一筆が一番大事。ここには青を足して。いい感じ。あ？いや、全然ダメだ。ああ、もっと紙あってよかった。滑らかに。最初のよりひどい。集中して。嘘だろ。なんで鼻が描けないんだ。落ち着いて深呼吸。僕ならできる。よし、今度こそゆっくりゆっくり。えっ、最悪。ちょっと待って、この形面白い。いいこと考えた。筆をいろんな方法で使うと個性的なデザインになるんだ。例えば花びらできたら、緑色で葉っぱと茎を描いて。いい感じになってきただろう。ゆっくり丁寧に描くのがポイント。2つをつなげても OK。 しっかりと間を埋めて。さすが自分。わあ、それ自分で描いたの。兄にあげる。僕もっと描きたいから。今度は全く違う方法でね。でもテーマは同じ。筆をこう動かせば葉っぱがリアルになるんだ。ゆっくり時間をかけてね。ついでに芝生も。パフィーペイントで楽しいテクスチャーが作れるんだ。風船でね。気持ちいい。あとはスタンプするだけ。個性的な花の出来上がり。ここもね、すごいでしょう。大成功。これどう？
イビット、どうやって思いついたの？これ使ったんだよ。楽しい絵だな。額縁に入れたいくらいだ。でもまだまだ。何かないかな。はいはい。なんて言った？スーザン、そんなことしたの？わからない。ちょっと何するんだよ。僕の髪、ごめんね。はっ、うそ、もうダメだ。わかった、ちょっと見てて。こんな時には逆にこれを使っちゃおう。僕もいい。もちろんいろんなサイズがあるよ。わお、よし、何個入るかな。好きなだけ。セオリー、何でも使えるよ。丸いものならね。これで十分かな。デザインがかっこいい。ハイタッチ、芸術家ね。よし、ここがいいな。本当に？木や自然がいっぱい。負けない。僕も。どうしようかな。うん。ちょっと見ないでよ。別にいいもん。こっちで描く。何がいいかな。あれだ、かわいい。デビット、見ないでよね。私が先。へへん、勝つのはどっちかな。僕は丸を使って描く。つなげるように線を描いてね。いい感じでしょ。色を加えてもっと目立たせよう。楽しい色といえば黄色。この鳥にぴったり。次は緑、平和な色。目は青で決まり。線の周りは丁寧にしっかり塗ってね。あと少し。最後の仕上げ、完成。まさに芸術作品。そう思わない？うん、満足。で、それは？手を手。手は本当に便利なの。ここに点と線を加える。鳥の顔見えてきた？大丈夫、すぐわかるよ。木の枝も加えて。かわいい足もね。あとは葉っぱ。自然って素敵。ほら、鳥が描けた。私って天才。そんなに見たいなら、ほら。おお。どっちもいい感じじゃない？先生に聞いてみる。うそ、先生大丈夫かな。ぐっすりだね。起きて。おお、終わったのかい。おお、ナイスジョブ。あと5分だけ。はあ、しょうがない。みんなが驚く作品作らなきゃ。いいこと考えた。素敵な色合い。でも何か足りない。このボールちっちゃいな。うわ、すごい。ママ、今はダメ。そうか。ん、絵の具が残ってる。使っちゃおう。ありがとう。
全然思い浮かばない。ああそうだ、ん、私のパレットは、デイビッド、まさか、ちょっと見て、描いてみた。絵の題名は湖の水。そう、ああそうだ、顔に絵の具つけてみたい、試してみて。わあ、もう一回、楽しいでしょう。うん、とってもよかった。指も使ってみようかな。いくよ、青の絵の具、それでも一番好きな色はこれ。ふう、できた。ママ見て、あら素敵ね。もう一つコツを教えてあげる。左右対称は美しいもの。作ってみる？美しい蝶々の出来上がり。最後に黒い線を引いて、あとは羽の線をたどるだけ。反対側もね、できた。ほら見て、素敵ね。絵の具を使うのは楽しいわね。